多くのその美大生っていうのが非常にそのピュアなメンタリティーを持ってピュアな大学教授の言葉っていうものに感化されていくんですけれどもあのただほとんどの場合はこれはもうはっきり言いますけどあの大学教授っていうのはあの美術業界における利権であるっていうことにみんな気づいてないっていうだから大学教授の先生方っていうのはほとんどの美大生美大卒業生っていうのは その利権にたどり着くことができないわけです。だから、その体感で、やっぱり、その売れる家、売れない家っていうものが、まあ、ある中で、やっぱり、なんか、その誠実に書いて、えー、それに対して、人が感動してくれるってことに対して、なんか対価って払ってもらえるんだなっていうことを、まあ、その体験を通して知ったっていうのが大きいですよね。まあ、あの手先は、どちらかといえば器用でしたけど、でも。 高校の卒業の成績美術んとかですし <laughs> あの体育会系だった良さっていうのもあってやっぱりその何かの技術を獲得するっていうのはあの割とその反復運動っていうのが非常に重要なんだっていうことを体験を通して知ってるっていう最初はできないんですよ。ただ最初できないことがなんか反復してるとある日そのコップから水が溢れるようにできるようになるんですよね。 日本オワコンみたいなことってよく言われるじゃないですかなんかもったいないなってそのことに関して非常に感じていて、まあ、もちろんその世界の中でパワーっていうものが落ちてたとして画家、まあ、ってすごいまあ変な話だから日本の景気が今後どれだけ右肩下がりで落ちてったとしても画家一人ぐらい食うぐらいのね経済力はねどこ探してもあるんですよはっきり言って。だからそれを言い訳にしない むしろできることはたくさんある。イマジン大学へようこそ、よろしくお願いいたします。お願いします。中島さん、あの、やっぱ、完売画家っていう、まあ、キーワードを作られたというか、はい、まあ、そういう本にもなられて。売れるのと、いい絵を描くのは違うって、よくお話しされてて、うん、なんか、どんな感覚なのかなとお聞きしたくて。あの、いかがですか。なるほど。あの、まずですね。絵を描き続けるためには、あの、すごいシンプルにお金が必要なわけですよ。 なおかつその絵画って物質なので。あのそれがそのまあ売れることなく溜まっていくと。結構空間を圧迫するんですよ。だからその二の面から見ても。その作品が売れていかないと。その絵を描き続けるってことがそもそもできないんですね。だからそのなんだろう。クリエイティブに対して。完全にそのお金から切り離されて。 ピュアであれっていうのはその理念としては正しいと思うんですけど我々が生きているその現実っていうものをベースに考えた時に書き続けるためにはまずお金が要りますよね。りをエエを借りるののももそそううう画材買大学時代っていうのはある意味そのまあご両親とかからの支援によって、まあ、そういうものからその考えを思考を切り離して <laughs> あのものを作れますけど。 ほとんどの,その学生さんたちがその大学を出てその問題に直面し、えー、そして大体10年ぐらいで辞めていくっていうのがその僕がその見てきた20年なのでなんかその現実がさして変わってないっていうところを見てもやっぱりその作品が売れていくっていうのは非常に重要ですしまあ、あとよく言われているその画家は死んでから有名になるとか。 画家は死んでから価値が上がるとかっていうことは、まあ結構その一般の方とか、なんならその絵を描いている側、こちら側もそう思っている節があるんですけど、これ、僕、必ずそれに対して質問で返すんですよ。何人知ってますか？死んでから値段が上がった人、死んでから有名になった人、何人言えますかっていうふうに伺うと、まあ、皆さん、ほとんどの場合、十人名前は出てこない。まあ代表的なので言えばゴッホとか。か まあセザンヌなんかもどうだろうな、セザンヌもまあその部類に入るかもしれないですけど、あと誰ですか、ルソーとかですか、日本で言ったら石田哲也とか、まあそのくらいしかこう名前が出てこないわけですね。貝殻ってそれこそもう2000年とか、まあ油絵だけで言っても500年以上ですね。まあそんな中でわずかまあ10人もそういうその 死んでから有名になる値段が上がるっていうことを体現できた作家っていうのはいないわけですよね。だからやっぱりその美術館にある作品っていうものをあの冷静に眺めてみると、ほとんどの作家がその時代天才として扱われているんですよね。だからやっぱりその売るっていうこととその作品を作るっていうことをやっぱりね切り離して考えちゃいけないと思いますね。 どうですかね僕の場合はその、まあ、ある意味その一つの定規としてこんなに分かりやすいものはないっていう感覚がありましてもちろんその売れる作品がまあ最もいい作品かどうかっていうことに関してはそこはそのいろんなその考え方があると思うんですよ。ただその一つの定規として売れるっていうのはすごく分かりやすい評価ですよね。よくその美大教育で あの売れる作品のことをあのパンガって揶揄すするるる言葉がが使われることがあるんですよでパンがって何かっていうとまあ生活費を稼ぐためパンを食うために、えー、描いてる作品のことっていうでまあ日銭を稼ぐために絵を売るっていうのは卑しい行為であるみたいなことを、まあ、僕も結構その在学時代にあの直接的に間接的に言われたんですけれども。 大学を卒業してマーケットで戦うようになるとですねあのパン画なんて便利なものはないっていうことに気づくんですねむしろあったら教えてほしいっていうただその20年間やってきてあこれがパン画かもしれないなって思うものっていうのがやっとその自分の中に一つの,その形として出てきてましてそれ何かっていうと人を感動させる作品やっぱりその対価を払う あの絵画ってまあそのそんなに安いものではないんですよね。ある意味その世界に一点しかないっていうその一点ものであるっていうこと自体が非常にその価値を持ってますし、まあだからこそその、まあ、日本の美術販売の場においては絵画っていうのは結構高いんですよね。だからそういうものを何かこのこのフォーマットに落とし込めば売れるなんていうその便利なそのパン画的なものって。 もしかしたらその日本の高度経済成長期バブルの頃っていうのは花かけば売れるとかそういうのがあったのかもしれないんですけど少なくとも僕が知るこの20年間の日本国内の美術マーケットっていう場あの日本の美術マーケットっていう場においてはまあそういうなんかこうフォーマットに落とし込めばこれは売れるっていうものっていうのはほとんどないですね僕が知る限りはないと言ってもいいかもしれない。たただ唯一あるとしたら その作品が人の心を感動させられるものであるっていう。で、に日本においては、やっぱりそういう感動っていうものに対して対価を払うっていう方は、あの非常に多いっていう印象です。だから、もしパンガっていうものがあるのだとしたら、あの人の心を感動させられる作品のことを、僕はパンガって言うんだろうなと思ってます。あの、まあ、ある意味、その、僕もキャリアが長いので。 その自分の,その制作の方向性とかを見失う時期っていうのももちろんあったんですけれどもただやっぱりそ,のそういうところに戻ってこれたっていうのはある意味その作品を売るっていうことをしてたからこそ,その自分の作品のどこが良くてその作品をコレクションしたいと思ってくれる人が現れるのかっていうことをまあそのずっとその体感できたんですよね。 その体感でやっぱりその売れる絵売れない絵っていうものがまあ,ある中でやっぱりなんかその誠実に描いてそれに対して人が感動してくれるっていうことに対してなんか対価って払ってもらえるんだなっていうことをまあその体験を通してて知ったったいいうのが大きいですよね一人のクリエーターとしてそのクリエーションに対してピュアでありたいっていう気持ちは非常にわかるんですよ。でそれに対して まあ別に絵画業界にかかわらず何かの業界に属すっていうことは必ずその業界のバイアスなりそのルールなりっていうものになんか束縛される時期っていうのがあるわけですよね。例えば古典をやるんだったら何点書いてほしいとか、えー、いつまでに書いてほしいとか。 まあ、そういう、その、まあ、あとはお客さんがこう言っている、ギャラリストがこう言っている、美術館がこう言っている、みたいな。バイアスをその業界に属せば、必ずその受けるわけですよね。だから、そういう、その、いろんな、そのルールっていうものが積み重なっていくと。その、自分が作りたいものっていうものに対して、ものすごいバイアスがかかるっていうことに対するストレスっていうのは、非常にわかるんですよ。僕も。例えば、そのキャリアのスタートの時期っていうのは、非常にその女性像。 で、キャリアのスタートをしまして、あの僕といえば女性像っていう時期があったわけですよ。それに対して、僕はその女性像以外の作品も広げていきたい。っていう時に、あの非常にそのまあ、いわゆるギャラリストたちから嫌な顔をされるわけですね。いや今女性像が売れてるのになんで他のモチーフ行こうとするんだっていう。そんなその認知もされてないし、今のところ人気もないのにもっと女性像を描いてくれって言う。 だからもうそういうバイアスの中でいかにこう自分の側を通すかっていうことをやらなきゃいけなくなるとやっぱりどんどんピュアではいられなくなるっていう感情がえなんかこう自分の中にたまっていくっていう感覚はあの非常に分かるんですよ。あのただそうなんて言うんだろうなあの生きるっていうことにおいてはあのピュアでいるにも非常にそのパワーがいる。そのパワーがなければ やっぱりその何かに染まっていきますし染まるののが嫌な人っていうのは結局やめていくんですよねだから多くの,その美大生っていうのが非常にそのピュアなメンタリティーを持ってまあそしてそのピュアな大学教授の言葉っていうものに感化されていくんですけれどもあのただほとんどの場合はこれはもうはっきり言いますけど大学教授の大学教授っていうのは あの美術業界における利権であるっていうことにみんな気づいてないっていうだから大学教授の先生方っていうのはあのまあ安定した収入っていうものが保証されているわけですねなのでそういうその土台の上に自分のそのピュアなクリエーションっていうものを載せればいいんですけれどもほとんどの美大生美大卒業生っていうのはその利権にたどり着くことができないわけですだからそうなってくると。 えー、その土台っていうのを何かしらで作らなければいけなくなってその土台を作るっていうことと自分のピュアさっていうものの折り合いがつけられなくてほとんどの人がやめていってしまうっていうのが僕は現実だと思ってますね僕自体が恵まれてたというかあの画家としてスタートを切れて、まあ、画家としてやってこれたっていうだからまあある意味それだけですよね。まあ、あとはその <laughs> 自分自身があの非常にその何て言うんですかね あ,のあんまり一般的なその社会に馴染めないタイプの, <laughs> の人格というか性格というか、まあ、あの高校時代とかね大学入ったすぐの頃とかいろいろバイトとかしたんですけど全然続かないんですよだからあんまりねその一般的なまともな大人になれるっていう感覚を持ってなかったっていうのもありますしあとはその、まあ、大学入ってすぐ亡くなってしまった父親 なんかがまあ、非常にある意味ちょっとんていうんですかねあの社会に馴染んでない感じの父親だったので、まあ、この人の血を引いてるってことは僕もまあ遠からずこんな感じになるんだろうなっていうのはどっか思ってたのでまあその本当にだからそんなにこうなんか長期的なビジョンがあったっていうよりは。 そそれこそ本当にあの20代の頃なんていうのは本当もう目の前の1枚と締め切りもうそれしか見えてなくてっていう状態でしたからそれで気づけば30代になってたっててたいいうぐらいです、ね、まあ,あの手先はどちらかといえば器用でしたけどでも別にそのなんだろう学年一上まいとかではなくてそれこそ僕高校の卒業の成績美術3とかですし <laughs>。あの まあ手先は器用だけど別にその,そのスタタートのライインでででしたた才能があったとかそういういいプでは全然ないです、ね、体育会系だった良さっていうのもあってやっぱりその何かの,あの技術を獲得するっていうのはあの割とその反復運動っていうのが非常に重要なんだっていうことを体験を通して知ってるっていうバスケもそうですしアメフトもそうですけど最初はできないんですよ。ただ最初できないことが なんか反復してるとある日そのコップから水が溢れるようにできるようになるんですよねでできるようになった後ってできるようにならないんですよ不思議なことでだからまあそういうことを割と体験を通して知っているのでまあもちろん手先はそこそこ器用だったっていうのもありましたけどあの割と練習すればそこそこ上手くなるだろうっていうのはなんとなくそのイメージがありましたしあのそのイメージが湧いたのが ある意味写実系の作品だったっていう。だから、抽象絵画とかっていうのは、どうやって反復練習したらいいか分かんないじゃないですか。だから、すごくシンプルに、その、なんでよくその写実的な作品を選択したのかっていうふうに聞かれるんですけど、あの反復練習したら上手くなりそうっていうイメージが非常につかみやすかったっていうのはありますよね。まあ、ある意味、その、僕って、その、まあ、映画好きなお兄ちゃんがそのまま20年絵描いちゃったっていう感じなので。 あのそんなにその深く考えたことないですしあのそんなに深く考えなくてもいいのかなとも思ってるっていうあのなんだろうなやっぱりその考えるっていうこと自体が結構そのなんだろうな非常にそのなんかバイアスがかかるというかあのもう少しなんかその場その場の判断でいいんじゃないのかなっていうのが なんかその自分の感覚と時代って必ずしも一致するとは限らないですし、自分のそのまああのよくその年初にだいその経済の専門家とかにあの今年の株価どうなりますかとか聞くじゃないですか。ま野球のペナントレースとかもそうですよね。あの当たることないじゃないですか。だから正直その専門性が高いからといって。 なんか正直半年後の未来も別に見通せないわけですよだからあんまりなんかその何て言うんですかねこうなったらこうなるみたいなことを深く考えるよりは今その自分の目の前の作品が描き上がった時になんかそれを美しいと思うかどうかとか気持ちいいと思うかどうかっていうことが割ととててななのかなと思ってたりしますね僕ねあの美味しい料理が好きなんですよ。<laughs> あの なんですけどあの特にその日本のビーズの教育の現場においてはおいしい料理よりもあの創作料理を作れっていうことをあのよく言われるっていうでもやっぱり最終的には創作料理も美味しくなないいと残ん,ないんですよあの真新しさっていうものってある種の価値は間違いなくあるんですけど。 で、一時流行ったりはするっていう。だけど、やっぱり真、まあ、新しいんだけど、なんかこう口に入れた時に食べたことない味の奥に美味しさがないと。じゃあ、それ二回、三回食べたいかっていうと、なかなかそうならないですよね。なんですけど、その教育の現場においては、もうその創作料理だから、一体どういう新しいあのものを生み出せるんだ、君たちは。 っていうことばかり問われるんですけど、創作料理作りにしても、やっぱりね、美味しい料理の作り方は知っといた方がいいんですよ。だから、そういう意味で、やっぱりその基礎固めみたいな部分っていうのを、まあ徹底的にやるっていう期間っていうものが、あの、まあ、どんな業界にもあるべきだと思いますし。 あのそれによってなんていうかそのクリエイティブが好化するみたいな,なんか意見もあるんですけどあの正直やっぱりその犠牲になっているあのなんていうんですかね卒業生たちの数を見るとあの決してその創作料理一辺倒っていう教育,教育方法が正しいとは思わないですよね。お部屋探しはエイブル 日当たりは大事。このバルコニー広。これはまた個性的なありかも。もう罪なマドリタッ部屋エイブルで決めよう。エイブルああでもねやっぱあれはもう二十年前だからっていうのもあってあのもちろんその僕というかいあの人間は連続性があるんですけどやっぱりその十年ポイントで見るとあの全然その連続性がない別人としても見えるんですよ。 だから正直その20年前の自分と今の自分ってあの全くもって別人なので時間軸で見たらつながってるんですが点で見ると全く違う人間が描いてる作品として見た時にこれ <laughs> あの20歳の時にこれ描いてるやだから今の僕に二十歳過ぎの子が「すいませんちょっと作品見てほしいんですけど」って言ってあの作品持ってきたら「おこいつやべえな」って思うなっていう。 そのポイントの赤の他人として見た時にっていうことができるぐらい長やっぱりそのと当時その何て言うんですかねあの抱えていたモチベーションと今抱えているモチベーションって全然違いますしあのやっぱりまあそれはそれで正しかったと思いますけどあの20代前半の時っていうのは。 なんだろうな根拠のない善能感みたいな根拠のない自信みたいなものがやっぱりあってまあ世間知らずだから思えたっていうのもあるんですけどやっぱりね自分が一番絵上手いと思ってたんですよ。であのそういうその根拠のない自信に下支えされたパワフルさみたいなものがあってあのそれはねやっぱ今の自分にはないんですよただじゃあその今の自分に何があるかっていうと。 あの根拠のある自信ですよね経験に裏打ちされた自分のできることっていうのを明確に分かっているのでだからこそ,その自分ができることの中で次何をやろうかっていうことがあの思い描けるっていう意味での良さありますし、まあ、どっちがいいってもんでもないですけどでもやっぱりそういうその思考面でも全然違いますよね。あのー、だろう日本オコンみたいいななことってよく言われるじゃないですか あのー、なんかもったいないなってそのことに関して非常に感じていてまあ僕なんかもコメントとかでよく言いますけど「まあ、日本は GDP 世界4位に落ちてしまいました」みたいな「来年はもしかしたら5位になるかもしれません」みたいなだからもう日本はある意味も凋落の一途だと。っていうその、ね、考え方って結構今支配的ですし確かに右肩下がりなのかもしれないと。 まあ、だが待てと、どんだけ高いところから落ちてきとんねんと。<laughs> だから、あの、すでにあるものっていうものを、まあ、再利用する。っていうことで、できることって、めちゃくちゃあると思ってるんですよ。まあ、もちろん、その世界の中で、パワーっていうものが落ちてたとして。まあ、画家ってすごい、まあ、変なし、スモールビジネスですよ。 だから日本の景気が今後どれだけ右肩下がりで落ちてったとしても画家一人ぐらい食うぐらいのね経済力はねどこ探してもあるんですよはっきり言ってだからあのー、なんだろうなそれを言い訳にしないむしろできることはたくさんあるっていうことを、まあ、丁寧にやっていくことかなっていう例えばその僕が所属している日展っていう団体があるんですけれども。 やっぱりその入場者数で言えばやっぱり緩い右肩下がりではあるっていうでもやっぱり年間10万単位で人が入るわけですよそんな公募で今から作れますか何年かかるかいくらかかるか分かんないですよねだからものすごいポテンシャルを秘めてるんですよだけどみんななんか昔に比べたら落ちているみたいなでも絶対値で見たらまだめちゃくちゃいるわけですよ <laughs> だからそういうなんかみんなが失っている自信みたいなものをもう一回その奮い立たせると全然すごいことできるんじゃないかっていう予感みたいなものはあります、まあ、本当にあの、ね、あの悲観は空気楽観は意思でしたっけ、まあ、そういう言葉がありますけど正直やっぱりあのそういうそのいろんな情報を全く一回取っ払って日本を見た時に こんなにすごい国ってそうないだろうって思うじゃないですか。何をやらせてもクオリティは高いわけですよ。だから何かきっかけがあれば、まあ少なくともその国家っていうレベルでは何とも言えないですけど、あの美術業界とかアート業界とか。まあ美術教育とか。なんかそういうすごく。その小さなあのカテゴリーの中での変化っていうのは？ 割と簡単に起こせると思いますし、起こってしまえばすごく良くなる。だって。すでにものすごく、あの立派な土台っていうものがある状態なので、まあ、だからいわゆるその居抜き物件じゃないですけど、もうすっごいいい。建物建ってるわけですよ。だから、そこがまあ、今廃墟になってる。廃墟にはなってないですね。まあ、ちょっとなんかこうボロッチくなってるって言うだけの話で。まあそこちょっとリフォームしたらね。ものすごいいいのできますよ。 お部屋探しはエイブル窓大きくて収納も大切これはありがたい。 理想的かもねえ今「エイブル」行きたくなったでしょ部屋「エイブル」で決めよう「エイブル」